岩屋武防衛大臣、笑顔会談で反論。先日、岩屋拓司防衛大臣が韓国の国防大臣と笑顔で非公式ながら会談をしたことに対し、批判が殺到しております。それに対して本日、記者会見にて記者が岩屋防衛大臣に対し、シンガポールでの日韓防衛省会談についてお聞きしますと、先日の自民党の国防部会で日韓防衛省会談について、 レーダー照射問題について成果が見込めない中で、非公式ながら会談したことおよび、その会談後に大臣が笑顔で握手をして写真を撮ったということで、批判の声が出ましたが、その受け止めについて伺いたいと、質問いたしました。それに対して、岩屋防衛大臣が、やり取りと挨拶は全く別物なのではないでしょうか。 会うときも別れるときも気持ちよくというのが私のモットーでございます。全く問題はなかったと思っておりますと、なっておりまして。このですね、国民が自衛官の命が危険にさらされている事件が何も解決していない中で、さらにその事件の元凶のトップと会談して、笑顔はさすがにおかしいんじゃないでしょうか。 そもそもこういった会談の場での笑顔というのは外交カードになります。仏頂面で会談をするだけで相手に制裁を加え,て加えているのと同じ効果があるんですが、岩屋さんはそういった外交の基本というものを理解されていないんでしょうか この会談の中では一応レーダー照射事件への対応が要求されておりますが、この笑顔によって台無しでございます。またそもそも首相官邸は、安倍首相は菅官房長官は、この韓国の国防大臣との会談を、会談について反対し、阻止しようといたしました。そういった中で、 いわ防衛大臣が会談を強行し、さらにこのような満面の笑みでですね、もう笑顔で会談をしてしまったということで、非常に外交的に大きな問題となってしまっております。このいわ防衛大臣の笑顔が、韓国政府やまた中国政府、ロシアや世界中の国々に対して誤ったシグナルを 送ってししままいましたこういったですね、まあ、笑顔が私のモットーだと、岩屋防衛大臣が説明されておりますが、個人のモットーを国民の命に関わる安全保障に持ち込んではいけません。もう岩屋防衛大臣は、防衛大臣どころか国会議員としてもですね、自覚が足りないと言わざるを得ませんので、 政府には早急に新しい防衛大臣を選んでいただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。